三重県立四日市商業高等学校は、三重県四日市市、小平町に所在する公立の商業高等学校。通称、師匠と呼ばれる。四章と書くことが多いが、学校側では師匠と表記している。これは、死水に関連していると思われる。運動部が活発であることや、職業系高等学校ということもあり、学区は全県下から生徒が通っている。 商業科の定員が1学年200人、情報処理科の定員は1学年80人。かつては商業三315人、情報処理科90人という時代もあった。商業高校という性質上、男子生徒が極端に少なく現在の割合は5%ほどである。職業高校という性質上挨拶を励行しており、来客として訪れると移動教室など、 生徒の通行の多い時に廊下を歩くと挨拶の嵐に見舞われる。加えて厳しい拘束があり、毎月頭髪、服装検査がある。ソローがあれば処罰される。アルバイトは原則として長期休暇中のみ届けを出して許可される。基本的に部活動が活発だが、分部両道を基本としていたため。 私立学校と違い資格試験に合格しないと進級できない危険性もあった。国家資格の基本情報技術者試験の午前、科目免除制度の認定校となっている。女子はボレロとジャンパースカートの組み合わせといった伝統の茶色の制服。ブラウスにはリボンがついている。夏服は半袖のベージュのリボン体一体型のブラウスに茶色のプリーツスカート、冬服は 長袖の同じくベージュのリボン体一体型のブラウスに、茶色のボタン型カフスに、プリーツのジャンパースカート、ボレロ型のジャケット。男子は普通の学生服タイプ。かつては学習院高等科のように、ファスナーのような学生服だったが、1990年頃に何の変哲もない学生服に変わった。体育祭は1日間。文化祭は3日間行われ。 一般公開はしていない。1日目、2日目には、校内体育館にて、舞台発表が行われる。ギターマンドリングや、吹奏楽部、軽音楽部、演劇部、バトン部、放送部などの発表や、クラス発表が行われる。2日目には、お笑い芸人によるライブが行われており、過去には、下記の芸人が来ている。三日目は、校内中庭を中心にもぎっや、 教室での企画、展示が行われる。また、体育館では有志による舞台発表も行われている。ギターマンドリン部や公式テニス部、陸上部、バスケットボール部、バトン部、ワープロ部、ボキ部、ITC 部、玉山、電卓部など多くの部活動が全国、東海大会に出場している。ありがとうございます。